い、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことでここエンジンシティの外れなの。お、なんかウソッキーが普通に歩きよるのめっちゃ新鮮なんやけど。ちょ待って、ドガースドガース、あとなんか道具が光るよってやる気がする。いろいろと目ざといなアユナだ。はい、野生のドガース捕まえていこう。思わぬ苦戦でカラナクシが瀕死の状態になったものの、なんとかまっすぐまで追い詰め、よし、はい、モンスターボール、さあ捕まえろ捕まえろ、いける、はい、来たー、やったねー、イエーイ、やった、ドガースを捕まえたぞ。トロッコンレベル21。ドガースのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。図鑑めっちゃ好調じゃない？ドガース毒ガスポケモン。毒ガスでパンパンの体、生ゴミの腐った匂いを求めゴミ捨て場にやってくる。やだやだ。そして、そうそう、そこが光ったんよね。どの辺あったあった、これこれ、ポイントアップ。ポケモンが覚えている技のうち一つの PP の最大値を少し上げる。で、ウソッキーが欲しいんですけど、ウソッキーおいで。ウソッキーはもう金銀で居合切りでね、動き出したという記憶そっか、毒を浴びたまんま。あれよね、ウソッキー岩タイプよね。クラブでいきますか。レベルなんぼ26。いっけー、クラブ。クラブは効果抜群の技を連発するものの、レベル差のせいかなかなか体力を削れないまま倒れ、結局またまっすぐまで体力を削り、よし、これでモンスターボールでいけるやろ。さあ捕まえてけはい、来た、やったね、やった、ウソッキーを捕まえたぞ。クラブの犠牲を。ウソッキーのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。ウソッキー、マネポケモン。風もないのに揺れている木を見かけたらそれがウソッキー。雨の日は姿を隠すという、まあ岩タイプだからね。こんな見た目で岩タイプだからね。かつては騙されて、ちょっと待って、夜の族だらけやん、怖っ。恐ろしい。ああ、見つかった。お若いポケモントレーナーさん、お相手してくださるかしら。いいよ、別に。マダムっぽい感じやね。ほんそのまんまやった。マダムの強子が勝負を仕掛けてきた。おお、ワンパチ。どう見ても犬の散歩をしてるとしか見えないマダムとの戦いに苦戦しながらも勝利。どこまで強くなられるのか楽しみで仕方ない人、これからも応援しますわね。なんか今までと違うのはトレーナーが物理的に近寄ってこんねやねそういう感じなんやね。なるほど、警備員さんですか。どうも。ちょっと君君、いいからおまわりさんと出会わせなさい。警察やった警備員どころか警察やった。ちょっと目輝きすぎじゃないかな。おまわりさんのアキラが勝負を仕掛けてきた。腹話術の人形みたいな顔のおまわりさんが連れて警察犬バーデイにカラナクシを倒され、水ポケモンのいない状態でなんとか勝利。いいポケモンと一緒だね。それに戦い方もいい。怖いよ、なんか君が無事に旅ができるのか試してみたが問題ないね。本当に？自分が戦いたかっただけじゃないの？これ橋の上。アイテム落ちてないんか？あ、落ちとる落ちとる。ほらほら。体力の羽を見つけた。ポケモンに使う道具。ポケモン一匹の HP の基礎ポイントをちょっと上げる。お。綺麗な羽を見つけた。綺麗なだけで何の効果もない。ごく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 普通の羽。高く売れたりとかはするんかな？それぐらいはしていただきたいんだけど。なぜか上から目線である。元気になったアーマーガーは次のポケジョブを受け負ったわ。あ、ポケジョブ仕事か。ポケモンのモンスターボール、スーパーボール、どうしたのなんでそれ連呼してるの、よくわからないけれど、まあ、とりあえずつぼみに泊まりましょうか。久々の
久々。どうも。アイムの選手だっけ？遅くまで頑張っとうね。何？急に黙った。そうだ、あんたちょいと付き合ってよ。私がジムチャレンジで勝てるか試しておきたいし。いいけど。おー、やる気やな。お。応援団が後ろに。何あれ？オリジナルグッズ？ポケモントレーナーのマリーが勝負を仕掛けてきた。なんかタオル持っとるよ。ちょっと欲しいかもしれない。グレッグル。負けると不機嫌になるからね。ま、私が負けるわけないけど。見た目通りのわがままである。それはどうだろうね。どうしよう、ポケモン変えていこっか。破刀棒でいきます。いっけー、破刀棒。飛行タイプが効くんやね。風起こし。お、いいぞいいぞ。相手は何タイプ？格闘ってことかな。おう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 。はい、風起こし。オッケー。何匹持っとん？ポケモンは。よしよし。あれ？あ、カラナクシとクラブはあれか、死んどるんか。ラビフットレベル34。いいね。モルペコ。どんな子かよくわからんけど、そのまんま行こう。ああ、今隣におった子やね。かわいい。あと2匹か。特に何にも書いてないんやけど、どうやろう。何タイプなんかな。電気っぽくない？でも。それはちょっときついんじゃないかな。トロッコンで行くか。よし、トロッコンに入れ替えます。ほら、やっぱり雷。絶対電気タイプや。何？なんか変わったんやけど、見た目。どうした？何があった？怖いよ。今の気分で言うとこっちなんだけど。どげんね。どこの人なの？関西弁っぽいかと思ったら、なんか東北っぽいし九州っぽいし、よくわからんね。トロッコン原始の力。いけい。あ、でも電気には岩じゃなくて地面なんよね。地面はクラブなんやけど、あ、戻った。でもクラブはね、電気タイプにはよろしくないけんね。ニトロチャージ。キャー！キャー！トロッコンが。ちょ、入れ替えていった方がいいかな。なんなの、さっきから交互に交互に変わって。どうしよう、破刀棒よろしくないし、ラビフットでいくか。いざという時の圧倒的レベル差のラビフット。ここやったら全然余裕。ゴリ押しでいけます。めっちゃ変わるやん。何がいいんやろうな。二度蹴り。まあ何でも大丈夫か。レベル的に何でも大丈夫か。あ、効果抜群やった。なるほど。お、トロッコンレベル23、マッスグマレベル29、破刀棒レベル30。いいね。破刀棒も30代突入したわ。もう中年と言ってもいいでしょう。飛行で行く。破刀棒で行きます。よし、行こう。多分格闘やろ。よっしゃ、こーい。終わっちゃうのつまらん。だから粘っちゃうよ、私たち。ダメ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 。はい、来た。え、何タイプなんやろ。格闘なんかな。ちょっとわからんくなったんやけど、姿見たのに。エアカッター。あー、大丈夫大丈夫。効果抜群やわ。はい、終わっちゃったよ。イエーイ。マリーに勝つなんて、あんたちょっとやるじゃん。褒められた？やったね。不機嫌になった？
朝に備えて寝るか。じゃああんたもおやすみ。おやすみ。ふう、やっと回復ができた。翌朝。早いね、朝。おはようエナ。もう呼び捨てになった。友達？あんたの友達もうジムチャレンジに行ったよ。もう張り切ってる。カブさんレイルカードでバッチリ対策したとか言って、なんかたくさんくれたから、あんたにも分けてあげるよ。リーグカードで対策ができるありがとう。あとこれも昨夜の勝負のお礼。あ、やけど直しありがとう。なんならこっちがやけどさせたけどねあんたなら燃える男カブさんにも勝てるんじゃない。さっさとエンジンスタジアムでジンバッチもらおうてきたら。え、君はもうもらったの。ジムチャレンジを見るために仕事を辞めちゃいましてね。え、大丈夫仕事辞めたの大丈夫っすか。なんかよくわからんけど、そこまでするほどのものなんすかね。もっと自分の人生を大事にしてほしいものです。あ、話題のジムチャレンジャー。めっちゃ注目されてる。怖い。カブさん強いからね。カブさんに挑む？だったら頑張れ。頑張ります。頑張れです。頑張ります。はい、ありがとう。え、ここのスタジアムでするってこと？ちょっとそういうことなんかな。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、ある程度レベルは上げれたけど、でも水タイプのポケモンがちょっとね、結構瀕死状態になってしまってレベルが上げれてないような気が。頑張って上げてから挑もうかな。